それでは大変お待たせいたしました。受賞者の発表へと移らせていただきます。まず最初にファースト冒険家賞の発表です。地球に未踏の地は残されていないと言われる現代でも、冒険は日々新たな形で発展しています。世界中の多くの人々に感動と勇気、夢と希望を与えた人物に贈られるのがファースト冒険家賞です。アルパインクライマーの谷口圭様と平出和也様のお二人は、チベットの標高7694メートルのナムダニ峰の前人未踏のルートを1枚の写真とわずかな手がかりから見出します。昨年10月、現地の南面渓谷と氷河を踏破しルートを設定。アルパインクライムというできるだけ道具を使わず自らの力で登るスタイルで氷石の壁を踏破して南方に初登頂。そこから北方へ初の縦走に成功しました。誰も見たことのない世界に焦がれ、見事完遂する探検士、冒険心をたたえての受賞です。受賞者は谷口圭様と平出和也様コンビでの受賞となります。谷口様、平出様、ステージにお願いいたします。それではプレゼンターの片山右京様から、まずはトロフィーの贈呈、そして副賞の贈呈です。おめでとうございます。それでは受賞の感想をお伺いしたいと思います。では谷口様、よろしくお願いいたします。本日はこのような冒険賞という賞をいただき、本当に、ありがとうございました。子供の頃から冒険というものにすごい憧れていたので、冒険賞という名前のついた賞をいただくっていうのは自分にとってはちょっと特別なことかなと今考えていました。で、本当に自然が好きで、で私の場合は自然といってもいろんなものがあると思うんですけれども、高いところに登りたい、もっと遠くの景色を見てみたいっていうところから始まっていて、で登った向こうに初めて見る景色があって、そこにまた見たことのない何か挑戦の目標があったりして、それを続けて今ここにいたっていうのかなと思っています。で私の場合はやっぱり仲間と一緒に冒険挑戦をしていくことが非常に楽しみが倍増することでもあり、自分一人の力では考えられなかったこととか成し得なかったことを、まあ、2人3人の力が合わさることによっていろんなことが可能になるんだなっていう発見でもあります。こう自分の世界を決めてしまうとすごくつまんないと思っているので、こう出かけていってた先に想像しえなかったものがどんどん広がっていく、そしてそれを仲間や地元をそこに住む、例えば今のチベットは冒険者なんて多分見たことがないと思うんですね、よその国から。で登山者なんか来たことのないエリアでの冒険だったんですけれども、そういう人たちに自分たちが何をしたいのかっていうことを説明することから冒険が始まっていて、そういう発見、あ、冒険っていろんなところにあるんだなっていう発見自体がなんかすごく楽しかったし、挑戦でもあったなと思っています。本日は本当にありがとうございました。続いて平出さんもお願いいたします。僕たちの冒険というのはですね、人のためではなくて自分たちのためにあるものだと思っていて、2004年ぐらいからパートナーを組んで一緒に登ってきています。この、自分たちの冒険がこうやって結果的にですね、いろんな方に、ご理解していただいて、このような賞をいただくことができて非常に、感謝しております。あとは、
素晴らしいパートナーと出会ってこういう登山ができたことにパートナーに感謝しています。ありがとうございました。ありがとうございました。